午後2時から始まった送別会には、平日にもかかわらず多くの人が緑地区に駆けつけ、八木さんとの最後の触れ合いを楽しみました。この日集まった来場者はおよそ350人。普段はフェンス越しに眺める八木さんたちの姿ですが、昨日の送別会はフェンスの中で行われ、餌の人参をあげたり頭や体を撫でたりと、来場者は間近でスキンシップを図りました。また会場の壁には、これまでに八木さんたちへ寄せられたメッセージも貼り出され、地域での八木さんたちへの人気ぶりも伺いました。この八木さんはみんな働き者で可愛くて優しくて、ありがとうございましたって本当に。でこれからでもいなくなると寂しくなりますね。今日は何としても出ようと思って駆けつけました。平日なのにこんなにいっぱいのお客さんが来てるなっていうことも、なんか自分も含めてなんですけども、びっくり仰天です。いや、娘がすごいなんか一生懸命名前を呼んだりとか一生懸命してたので、ね、会えなくなるの寂しいけどね、今日来れてよかったね。もともと国有地だったこの緑地区を株式会社立木ホールディングスが取得した2015年から立木ホールディングス総務部の社員として除草作業に当たっている八木さんたち。この日の最後は立木ホールディングスの村山代表取締役社長から辞令の交付が行われました。緑地区除草のお仕事お疲れ様でした。平成30年7月2日をもって立木グループ総務部出向を解きます。平成30年7月2日株式会社立木ホールディングス代表取締役社長村山正道、ご苦労様でした。とにかくね、文句も言わずね、一生懸命仕事してましたよね。まあサボるヤギ見なくてね、なんか本当にね、いい仕事してるなって感じがしました。本当にね、イメージ変えてくれたなっていう、企業イメージも変えてくれたし、確かって言えばもうヤギさんって言われるような、そういう感じになってきましたので、非常に、残念でありますけどもね、地域の方にこれほどこう喜んでいただけたっていうのは私も非常に嬉しいなっていう。立川での仕事をすべて終えた八木さんたちは、この後故郷である栃木県那須町などへ里帰りをするということです。